川口湖は本州の中部山梨県富士山の近くに存在する富士五湖の一つに数えられる相模川水系の湖である富士箱根伊豆国立公園に指定されている富士五湖の中で最も長い湖岸線を持ち最も低い標高地点にある面積は富士五湖では2番目の大きさで最大水深は小人湖とほぼ同じで14.6メートルの深さ 湖の中央に、宇の島と呼ばれる小さな島がある。また、うぶやが、先は、富士山展望の公的地とされているほか、七が、先、小曲岬長崎などの継承も存在する。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として、世界文化遺産に登録されている。富士五湖の中で最も北に位置し、 全体が山梨県南東部の南鶴郡富士口湖町に属する。川口湖には天然の流出口がないため、古来より大雨により増水し、湖岸の村々に洪水被害を出した。一方で山を挟んだ東の新倉村では、透水性の溶岩台地が広がり、水利に乏しく湖水を新倉方面へ通水させる溶水路の開発が求められていた。 新倉堀掘り抜きは江戸時代初期から工事が行われ、曲折を経て江戸後期の1865年に完成し、新倉村は川口湖の水利圏を保持している。1911年には新たなトンネルが掘削されたため、それ以降、新倉堀掘り抜きは利用されていない。現在は1917年に竣工した。 第二嘘吹川と1994年に完成した嘘地水トンネルを合わせた嘘川から構成される放水路により宮川に放水される。この宮川は桂川の支流であるため川口湖は相模川水系に属している。湖の東には三つ峠、北には三坂山地の黒竹、石塔が竹が連なり、さらに西には十二が竹がそびえる。 南側は明け、そこに、富士山が山陽を見せ、湖面に映る逆さ富士は、湖の優れた継承である。川口湖の空中写真、2015年撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。川口湖東部、中央に、川口湖大橋川口湖から、富士山を望む。 産屋が先からの富士山と桜富士五個のうち最も早く観光開発された。平成になってから温泉が掘削され、富士河口湖温泉郷として東岸に温泉街が形成されている。湖畔にはオルゴールの森、天井山へのアクセスとなる河口湖富士山、パノラマロープウェイ、河口湖遊覧船、河口湖猿回し劇場、キャンプ場、そして多くのホテル、旅館、 飲食店、物産店などがある。また、山梨県内で唯一の想定場があり、川口湖想定場として、北岸側に、帝湖、桟橋が整備されている。シーズン中は1000メートル6コースが岸に対して斜めに張られており、斜めであるため、競技観戦の際には注意を要する。もともとは、川口湖大橋の北側付近に、帝湖、 桟橋があったものの、1986年の山梨国体の開催が決まった際、その大会規模に対して、当時の設備が小さすぎることから、現在の場所に移転、拡大された。ブラックバスが遊魚の対象として、公的に認められている湖であり、マス類の放流もバスと共に盛んであるため、周囲には貸し棒と店や釣り具屋が多く、さらにはコンビニにまで釣り具が置いてある。 全国的にもバスフィッシングのメッカとして知られており、連日多くの釣り人が訪れる。ただし、固定にソフトルアーが大量に残されていることが問題視され、2007年にアシの湖に次いでソフトルアー使用禁止の湖となった。2013年6月22日には、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一つとして、世界文化遺産に登録された。 2013年、水位が低下した状態が半年以上継続。通常は水上に浮いて見えるお堂の六角堂まで歩いていける状態となり、話題を呼んだ。2015年にも、また水位が低下し、六角堂が再び陸続きとなった。谷崎純一郎小説家の谷崎純一郎の代表作、ささめゆきには、川口子が登場する。ささめゆきは、 1> 第一回及び第二回が1943年1月と3月の中央公論に掲載されたものの陸軍報道部の命令により以降の連載が中止となった終戦後1946年8月に笹目幸長官が1947年2月に中間が中央公論社から刊行された後同年3月から1948年10月まで 婦人公論に下巻に相当する部分が連載された。あと、1948年12月に下巻が中央公論社から刊行されている。笹目幸は大阪船場の旧家、牧岡家の四姉妹の物語であるが、作中の次女、幸子と邸之助夫妻が、旧婚旅行で川口湖に滞在する場面が描かれている。谷崎は1942年9月25日に、 南鶴郡勝山村の富士ビューホテルに滞在しており、滞在中に、谷崎が妻、松子の妹である、渡辺茂子に宛てた1942年9月26日決心の、葉書には、翌日27日の午後5時27分に、新宿駅に着く旨が記されている。1996年5月30日には、富士ビューホテルからすぐ目の前に臨む、河口湖畔に、 笹目行きの一節を刻んだ文学碑が建てられ、除幕式が行われている。ありがとうございます。